おはようございます。プロバリステーションのよしきです。本日のカメラマン、まず紹介させてください。ポイズン田中です。え、今もその名前じゃないんですか？今の名前はちなみにポンですね。エンジロチームリーダーとしてやってるポンさんが今日カメラマンとして来てくれました。その田中さんがね、久しぶりにカメラに来てくれました。めっちゃ嬉しいよ。これは旧友ですもんね。記念として僕の中で、あの頭の中にずっと残ってるのは万枚会、ハーデスの万枚会、ワンチャンハーデスとかも狙いつつ、まあでも田中さん最近ね、北斗めっちゃハマってるらしいんで、僕もめっちゃハマってるんで、両番やったら北斗もちろん狙いに行くっていう感じで、行きたいなと思っております。まあちょっとマジでいいとこ見せます。抽選から気合入れて大阪のデモさんで行くぞ。よいしょー、久しぶりに見たっしょ。変わりました、嬉しいな。行きます。お、まだいい、まだいい。選べる番号じゃないんですよねこれ。けどなんかこういう悩みできるの久しぶりやから幸せです。実際台数多いんで全然可能性あると思ってます。一旦手前がハーデスあるんで、23台島そこはね、あ、ガラガラやで、ね、OK。 これじゃあ後攻めできる。ハーデス一旦温めて、にゃんこ無理か。あ、この筋ダメ。あー、ゼニガタ無理か。あかんか、 SAO は無理か。まあそうやんな、だからこれ早めにハーデス戻った方がいい。ここはいけるか。まあこの角いくか。まあこのムーブよね、やっぱみんなそうやんな。ってことでハーデスいきましょうか。ハーデス実戦でございます。打っていきましょう。僕はね、打ちたかったんですよ、田中さんの前でハーデスを。まあ5年以上前の出来事になるんですけど、その頃ね、ソがもうバコバコ万枚出してて、まあ僕はずっと出せなかったんですよ、収録で。で結構悩みつつもあったんですが、そこで田中さんがカメラマンの時にハーデス初代ですね、打って見事万枚達成したと。もう忘れられへん記念の回になりましたね、この時が。1万枚突破です、持ち玉。俺が長年この仕事続けてきて夢やったのが、この1万表示をみんなに見せることです。時代は変わったけど、こいつポテンシャルはあるんですよ。けどあの時1万2000枚とか1万1000枚でしょ、全然超えれる。 あとあれ、ゴッド何回か覚えてます？3回、2、3回かな、確か2回です。ゴッド1回数も超えよう。まあ今になってこので説明するところないかなと思うんですけど、結構目新しい情報が出まして、モード移行率に特大な設定差があるという事実が発覚しました。まあ、あの押し順来たらとか、あとハズレとか、あの一枚役とか、その辺ね、その辺のやつから A から B に上がる確率とか、 B から天国準備に上がる確率にすげえ差がある。なんなら B に上がった後に A に落ちる可能性も、高設定ほど少ないという感じですね。まあ、天国準備行った後は天国に上げるまでは設定差はないです。だから何もいかんと、天国準備とかの下のステージ行ったりとか、出目が結構強くなったりとかしたら結構動いてんのかなっていう感じに捉えれる。で、高設定の、挙動してるなっていう感覚になると思います。まあまあ、あ、こういう出目なんですよね。今何もいかんと言ってるんで、準備とかに上がってんのかなっていう出目出てくれてるんでね。だからこっからは自分でレアギル上げなあかん、準備に上がってるとしたらね。まあだからそういうとこから来てるんでしょうね、この上と下の初当たりの差結構違うんで。やっぱり510分の1から6やったら224分の1っすよ、全然違いますよね。2倍以上差あるんですよね。まあこんだけ差あんのもちょっと納得っちゃ納得っすよね。めっちゃ遅れたよな今で。モード良くないんですよこれ。今押しますね。いやこれ引いたんじゃないっすか、いきなり。ちょっとあるんちゃいますこれ、全然モード良くなかったですよマジで。いきます。うわーマジか、ワンチャン引いたもんだな。じゃあモードいいんかな。あー、いやまあまあ、でもあの遅れがモードの示唆やとしたら今結構いいとこおるっぽい。2枚目です。ハーデス1枚目は挨拶なんでね。はいはいはい、いいよこれ、当てとこう、これ外せない。5、6、7、いやいいね。右上がり当たってる、右上がり、これで頼む。あ、え、リプレイで今切り吹いたな、もっとええとこ行ったか、当たったか、今のリプレイで当たってるっぽいねこれ。はいはい、2回目、もう一丁、大丈夫やね、もらった。 OK、
ジャッジメント。さあ306ゲーム、これいい当たり方でしたね。さあ最初から飛んでもらってもいいんやで、これ犬以外。まあそうやな、これはしゃあないっすね。けどまあ今作ワンちゃんでもコンボフリーズありますからね。レイク引きゃいい、うまい。この小ぶりのね、キナナ引いたら20以上乗るんで。次ラスト OK。 あーダメか、小ぶりやったらね。ってことで70ゲームで終了っす。まあワンちゃんこんなもんやな。まあ最初はねピキニーズスタートっす。最初のこのステージのスタートも設定差あると。ハーデススタートとかやったらいいね。いやなんか戦えそうな台やなこれ。朝の感覚が結構強いっす。まああとは入れてないブレイズゲーム入れたいっすね、ここで。そのためにはこういうレアから赤ダイヤが来たらレアク、その後に5ゲーム間で 50% で入るっていうね。まあ引かんでも入ることある、 0.8% とかで128分の1ですね。で実際のところ今の赤ダイヤの抽選で一番濃いのって中段リプなんですよ。それが 20% で、他の役は右上がりとかも全然抽選してないんですよね。で一応見た目上は緑でも内部的に赤のこともあると。なのでブレイズゲーム狙うなら中段リップを引きまくれということでございます。はい、ってことで179枚。まあこんなもんやな、ワンちゃんの時は。ただ、ハーデス今作は終了後にヘールグレーブに入ると引き戻しゾーン、約 25% で引き戻します。で当てたら 25% でペルセモリあるんで、まあここの解析がねしっかりと出てないですね。何の役でどんだけ抽選してんねんとかはやっぱ結局ねまだ出てないんで、これ戻せんの結構でかいんですよね。危ない、あー終わったか。1回目のヘルグレイブは生け物しならず。犬の名前言うやつ懐かしいっすわ。なんか結構コメント多かったんですよ、言ってほしいっていう。どんだけの人が覚えてんねやろな。成り上がり人生録で1話でハーデス打った時にない頭で考えたボケ豆芝。さあヘルゾーン入りましたね。217ゲームです。はい、黄色か赤、おお黄色、しかもクリストルや。決めて、これ決めたらペルゾムです。これね解析出ましたね、まあ、レーク強い軒並みけど、一応それ以外の役も毎ゲーム 5% ぐらいの抽選してます。だからまあ20分の1のレバウンって感じで、ただいゲームいけば5ゲーム間で取りましょう。 5%、 まあレーク引いたら強い。頼む、これ引いたらペルゾムレ、これ取ったらペルセモレよ、大事よ、めっちゃ惜しいよこれ。揃え、いやーなんか演出熱い。下から2番目、チャンスでレア役、これは欲しいぞ。止まってくれ目押し、あーマジか、チャンスが上がるのが結構強いですけどね。もらったやろ、一番下チャンス右上がりか、よしリプレイで取った、 5% 取りました。これでかすぎー、マジナイス。ペルセモレ以上でございます。飛びます、よいしょ、強いからねこれ今作。まあ飯足りますよ、ペルセモレ専業なんで。いきます、カットインね、熱い、9割超え、味覚コンボないか。青はね今作 38% です、ちょっと下がってんのよ、けど十分揃うよ。ないか、うまいわ、うまい。2回目、ドックンはない、これでとりあえず平均、いや力入る、音で OK、 熱い、これ止まったらやばい、激安、あー無理か、欲しかったな今のラスト、カットに出しましょう。あーないか、まあ平均やな、オッケーオッケー、まあ下振れへんかっただけマシと思いましょう。ステージはハーデス、いやー悪ない悪ない、エリニススタートですね。まあこういうあたりはね、あくまでも確定役までのつなぎ、つなぎなことを考えたら十分な仕事。これで中段リプの 20% 取った赤い宝石、この後毎ゲーム 0.8% 以上は抽選してる。でレア役引いたら 50% ある、いきます、しまってくれ、ブレイズゲームやりたい、めっちゃ強いから。いや
あと3ゲーム、ナビないぞ。いや下段か、違う、縛れ、うわーラスト、あ無理か、ないか、マジでブレイズゲームむずいねよなこれ。あとめっちゃおもろいね、あの特化ゾーン最高におもろいから見せたい。466枚で終了です。超駆け抜けちゃいましたね、しゃあないけどチャンスはあった。はい、5回目です。いやーすげえわ、145ゲーム持ち込み、いやいいっすねマジで、とんでもない。おおナイス、いいいいいい、ペルセポレ150超えましょう、200、いやジャッジメントストックまでいく、もしくはコンボフリーズでぶっ壊す、レイアークでいいよ、レイアークかかっとい、オーケー、青でも十分、うわ弱いか、かっとい、やばい、くっそ、一回は揃えてくれ、かっとい、うわーやったこれ、これやらかしたまあペルセポネでよかったなって思う、ハーデスの時にこれやったらいっちゃいたいから、知らないっすこんなん。うわーデジタル回ってますわ、この時点でフェイク以上なんですよ、フェイクか確定薬か、でもこれ下から2番目やから、これが上からに行っちゃう、上とか上から2番目やったら強かったんよ、チャンス以外出ればね。あーまあ大概そうやな、まあ、こうなるんですよ、そうやったら、まあこれはもうあのね昔からもうなかなか止まらん。いやまあまあでもいいつなぎできてますよ、そのうち絶対降りてくるから確定薬、あとこれで戻そうヘルグレイブ、いい加減、一応これ続いてんすよ、あるあるある、2回目、これもう一回、熱い、これ多分当たってる、多分もらってると思います、よし、うまい、これ25バーでペルソムネある、やばいっち、いやーまあそうやな、下段ベル10ゲーム違う、コブいかないと、これで60チン、まあまあヘルグレイブ戻しただけ十分っすよ、358枚、引き継いでおります。でヘルグレイブ、あーいやー頑張ったな、44も耐えましたわ、つなぎとしては十分で働きしてるんで、今つなぎはやばいじゃないですか、今引いたら半端ないっすよこれ。ハーデス専業からすると、まあ今当たりこう来てるじゃないですか、履歴見たらまあだいぶ軽いと、でまあモードの上がり方もいい、ヘルゾーンとかも来てる、こう設定あるんじゃないかとなってるんですけど、この辺からハーデス本来の設定が出てきだします、昔からそうなんですよ、朝はね結構ええ顔してくるんですよこれ、だからマジで良くなかったらここでめっちゃハマりよる、なんならもう立ち悪かったら天井手前で単発とかねやってくるタイプ、命運分かれるとこで言っても過言じゃない、出たよこれ、ほんまにこうなるんすよね。3枚目、いややばいかもしんないっす、これ恐れとったのこれ、ええー、てマジでほんまにその通りにならんでええねんて、冥王に捧げる4枚目です。まあハーデス専業4枚目からなんで3万遊ぶんで、今日はマジで僕ずっと引ける気してんすよ、ほんまになんか違うねよな、出てますよねずっと、にじみ出てるよね、引けそうな感じでもう背中から生えてますよね、引ける羽、マリオのパタパタ踏んだらなくなるやん、宣言いっちゃっていいっすよね、天井までいっちゃって、もういっちゃった方がいいでしょう、この辺りから結構心臓ヒクヒクしてくるんですよ、これがね生きてるって感じするんですよね、この視線をくぐり抜けてこその全回転待ってますから、絶対天井行って3分の1取る、ほんならもう一発でまぐれるから、この辺最高におもろいよなハーデス。さあてことで5枚目になります、おそらくまあこれで届くかと思われます。相変わらずモード、相変わらずモード、相変わらずモード、うわーやばい、天国かー、最後のこれ戦いや、天井をかけた神器なき戦い、今作天井で当てるの結構難しいと思ってるんで僕、おいちょっと待っ、いやー何それ、いや大丈夫大丈夫大丈夫、落とす、
あんただけは落とす。最後の試練。大丈夫。いやもうこんなん冷やかしやろ。遅れたー。ゴッツ取れていいっすか。まあまあまあ、まあ、状態いいんやな。オッケー。危ない。おもろいやんけ。いやええー、な。でもええー、とこおるな。いややばい、マジでやばい。これっすよね。でもハーデスはこのドキドキ、天井手前この感覚がまたできてるだけでもありがたく思わなあかん。1300ゲームあと100ゲーム天国超えた。これ落としたった。やったったぞマジで。普通の人やったら、まあ、天井行った時にサンブイス取れるかゴッド行けるかなって思ってると思うんですよ、この時点でね。ただハーデス戦況は違う。5000枚出るか4000枚出るか。あと10ゲーム。これをもらったやろ。1399。長かった。取ろう。3分の1届きました。1400。これで357。これで全回転準備目。この次ゲームで全回転始まります。これ3分1取ってゴッド引いたらマジで一撃にまぐれるんで、なんなら金ならまで見えてます。いきます。田中さん行くぞ。紫なら抱きやめろよ。まず最初超えよ。最初の3分1。心臓やばいこれ。これにかかってるぞ今日マジで。頼む。一発超えたらマジでかい。超えろよ。ここで止まんなよ。超えろ。いくらここで。よっしゃ熱い。もう一発超えたら全開で。こうってあの音聞かせてくれ。うわーハーデスか。いやでもこれアナザーレジェンドあるんで出そう。フラッシュバックで違和感覚えたらアナザーレジェンドやと思っちゃってください。これフラッシュバック欲しいんですよ、第1ステージから。なんなら第1ステージでハーデス出てくれ。第2第3で欲しい。ふわってなったらアナザーレジェンド出てこい。え、まあそうやな。うわめちゃくちゃ大事やこれ。ストックしましょうハーデスの。任せてくださいこれ、自信あります。さっきペルソムで温めた分ここでコンボフリーズね。まずカットイン。いけるいけるいける、俺はいける。さすがに大丈夫。まずカットイン出そう。オーケー。青でも十分。うわー頼む。音で感じましょうカットインを。いやー待ってくれよ。一回戻そう。信じられへん。カットイン頼む。あの情けない音聞かせてくれよ。おいあかんて。いや戻します、戻します、絶対戻す。うわやったこれ。超でもないし。いてー悔しすぎる。やばい。いやラストフリーズあると思ってる俺は。この後出てきてくれ。固まっちゃえ。ないか。いやもうこれ出たらないか。うわーないわ。394枚。少ないよ。最高の負けムーブス。たまらんすね。一つ追う理由があるとすればこの列、俺が座ってる列のハーデスがギンギンっていうこと間違いないですよね。めっちゃ出てますもんね。で俺もまあ序盤は良かったから、今ちょっと一回天井行っただけやから追う価値は十分あるってわけなんですよこれ。ボストンテリア
あ、2以上出ましたね。178枚、お強い、勝ちたい、まぐりで6枚目です。7枚目終われない。あ、天国パックイワシで終了です。あ、また出たわ。さすがにポメラニアンやな。やるわマジで。434枚、実際負け確じゃないんよこれ。勝ち筋残ってるんすよ。最後に有力感切れた瞬間ってのはマイナス2400枚ぐらいのところなんですよ。だからまあこの有力感内でプラマイゼロのとこまでは絶対いけるんですよ、完走させれば。でその後にヘルグレイブ来るからそれ当てたらそっからプラスなんですよ。だから残ってんすよね勝ちは。うわー来た、2段階いけ、なんで1やねん。うわ弱いこれ演出が。3段階からのフリーズ見せたかったよ今。でも左なら止まったらゴッドなんで。まあそうやな。いや止めよう16。うわーくっそ、初のリール6、あんなしょぼく終わりやがって。俺ら夢追うスロッタ、逃げたら1つ、進めば2つ手に入る。ここで逃げたらただの負けだっていうのが手に入るけど、進んだら経験とプライドとそして信頼だって手に入る。だからもう攻めるしかないんです。攻撃は最大の防御です。攻撃こそ最大の防御なり。田中さんついてきてください俺に。行くとこまで行きましょうね。行くとこまで行きましょう。これもう勝負投げてるわけじゃないんでほんまに。実際勝ち筋あるからこそ追いかけてるんで全部持って帰ります。念込めときました。はい、念を込めていただきました。この1枚足すで8枚目入れます。いろいろください。まあなんでこんな煽ってんねんって話なんですけど、そもそもまあまず大前提としてやっぱ田中さんのカメラマンってめっちゃ珍しいんですよ。まあたまたま今日ねいろいろあって来てくれたっていう話で、ええー、とこ見せたいし、あとまあ動画的にもやっぱ全然一回天井で前回であったけどもうそれ以外なんもないじゃないですか。ペルセモネ何回か来ただけで、このまま終わりたくないんですよハーデスって。やっぱ俺と田中さん一回ハーデスって伝説残してる分、その伝説傷つくような実践したくないんですよ。ありがとうございます。いやもうマジででかい花火あげます。うわーデスコンかもこれ。しかも枠内2個や。右上がりからの中段当たりそう。今のはやばいよな。いやこれ超えたらでかい。まあでもまだ早いんですよ実際。まあ当たるなら当たるでいい全然。だってまだ天井まで遠いもん。あと600くらいあるから当たるなら当たっていいよ。あー当たったわ。リプレイで逆から切りは法則が崩れてるんで当たりです。ここからやん。はい、まあ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 7万7千だからここの一撃めっちゃ大事っすね。821ゲームだからワンチャンじゃあかんってこと。頼むぞマジで飛んでくれ頼むから。うわーお前かー。うわ待って3桁。まあ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 いいよ耐えろ。これはビニクチュアダックスフンドや。このエティ腐らせたら俺の負けや。もうなんか起きてくれ。もうここしかないんや。今入れた分を出せんのはこのエティしかないんよ。あーやばいよこれ。あんまりだよこれ。少ないて少ない。
ケチョンケチョンや。大丈夫じゃないっすよ。いやもう切れてもうたやないですか。有力感まくり目ないっすよ。ちょっと頭は白なんで、ちょっと頭冷ますわ。え、どうするんですか。やっぱあかん時は走ることですね。残機残ってますまだ。でもうやっぱ燃やしましょう。田中さん、俺と田中さんのコンビはこんなもんじゃないですよ。分かりました。はい、ちょっと俺も行くとこまで行きます。行きましょう。はい、よし、よし。下克上ということで川練りに移動してきました。この台やったら今の現状マイナス1万8000発9000発ぐらいやと思うんですけど、まくれます。こいつのパワーがあればいける。まあこの台しか空いてなかったっていうのもあるのと、まあ信頼ですし、まあ個人的に前ちょろっと打ってみて爆発的なところ魅力感じたんで、打っていきたいと思います。カスタムが、僕あのこれにしてる。いつもいきなりフラッシュオンにしてる。堀入った時に、ここ赤くいかったら 50% あります。どういうところにまくれる能力があるかというと、この台、まあ、319分の1で当たります。突入率がまず 70% あります。素晴らしい。しかもなんなら 70% 取った時平均で4000発取れるんですよ。 V ストック6個取ってその後に決戦チャンスに行きます。でその決戦チャンスが2回転のうちに約3分の1を取ることができれば、そこから92バルブが始まるというような感じの台でございます。申し分ない。当てたりすれば 70% でスタートライン立てるんで、今の状況にとっておきかなと思います。おー来た。あっつ、いきなりあるぞマジで。これほぜろやけど。え、これ金ホリやもらった。うわー、やったマジで。決めましょう田中さん。もう終わらすとこの勝負。イコマたちが来るまで耐えて、はい、イコマが来てくれて、これで8点かな。役者がバーン出てきて殲滅。はい、これで8点なんやけど、こっちのパターン、あ、殲滅アタックか、これ結構強いやつですね。ズガラ今8分の1ってないですか。1戦敗してて1ズガラが当たりやから8分の1って感じなんですけど、ズガラをその当たりズガラを絞っていってくれる。外れのやつ消していってくれるんですよ。削れば削れほど期待度上がっていくシステム。サイレンボタン、2分の1まで削った。もう大丈夫です。はい、これで6個取りますだから1か8かね。まさに1か8かやで、これはもう先バレしてるんで発展します。6個の症状で、これで川根に SP に発展と。で、これがイコモ学生なんで、ビバに行きます。俺が誇れる俺になるんだ。あ、俺のですね。ごめんなさい。当たりや。はい。で、ビバ決戦行った時、これ基本多分赤文字なんよね。これがこれデフォやと思う。まあここまで行ったらもうもらいやな。もろもろチャンスアップあるんですけど、まあ多分チャンスアップ出やんでも当たるっす。これもう揃ってる。いやーかっこいいねー。ごま裏 LED ね。これあが、これがチャンスアップです。俺の1万9000発出してくれ。こっからさあここで到着でございます。いきます。よし、8万。で一応まあハーデスの分160枚ぐらいあるんで足りるよ全然。でこっから 70% 取ってるかのジャッジがまずあります。でそこはもう入り口は広い。
マジ取ります。ここで決まるから頼むぞ。マジでここで枠でいいもの乗ったりするんですけどね、取ってたりすると頼む。行く。うわマジか、そんなアホな、嘘やん。まだあるよ、70パーやから頼む。マジで行ってくれ。うわ硬い、行け。よっしゃ、オッケー。さあ取ってた。さすがに70パー取るわな。これで入り口だったから、この台。この後、まあ、ムメちゃん出てきます。2つ3つ4つ5つ6つ6根賞状、これで6つで V ストック取れるんですけど、こっからの右打ちの振り分けは 80% で3ラウンドです。残りの 20% で10ラウンドなんで、この V ストック6個分でどんだけ 20% 取れるかで、ここの出玉はまず変わってくる。それが平均4000発って言われてます。力が7やったりとか、消化中にプチューしたら10ラウンド。楽曲だけちょっとすいません、変えさせてください。クライマックスです。マンジガッツしよう、これまくって最後の前や。これが田中さん、俺の最後の前を見ててください。まくります、マジでマジでまくります。この V ストック6つ消化した後は決戦チャンスに行って、それが2回転で約3分の1引くことができれば92パーループに持っていける。でその右足の振り分けもこれが10ラウンドね。フリーズね、 ST 数ので、92パーループ始まった時も振り分け 80% で3と、20% で10ラウンドっていうのは一緒なんで、まあ、一発で持ってきたらもう結構4戦近くまではいく。で2発10ラウンド持ってきたら4戦超えます。これをチャージして、でこれで決まるんですよ。この2回転チャージ完了した。もうここしかないんですよ。さあこの後ビバとの対決が始まるんですけど、チャンスアップが一応2種類あって、このセリフね、これ最初から赤の場合と途中で赤く変わる場合があると。裏 LED の赤が出たら激安、途中から赤に変わっても激安なんで、だから何もチャンスアップなくても意外と通せる。で2回転で約3分の1取る確率 50% あります。貫け 50% の魂、いきます、頼むぞ。うわーマジか、あかんか、ないのか。復活はこの後カバネが出てくることあります。通常時戻ってからカバネが画面を引き裂いたら入るよ。ここ引き裂け。あーないか、終わった。あっかん、やってもだ。8万はあかんよ。160枚ぐらい回収したんで、まあちょい負けっすね。いやでも今日のはまあもうはっきりしてるんすよ、敗因が天井の全回転、もうそれっす。それやから、まあなんかもう言い訳できんねよな、これ。あそこで、まあ3はクリアしたじゃないですか、5か7って。あれもうあと 2V1 超えとったら勝っとったんよ、これ今日。もう絶対そこやったんですよ。だからめっちゃ悔しいんですよ、これ。もう理由が明確やからこそこんなに悔しいんですよ。絶対8万も負けてなかった。なんなら勝ってたんですよ。わかった。もう理由わかってるじゃないですか、これ。ちょっと紙と鉛筆貸してもらっていいですか。このままじゃ帰れないんですよ、俺。ちょ、カオルって。下克上チームですか。3つ用意しました。これも紙ちゃんと大きさ均等にした。でこれ僕今からこれ下向けて、田中さんこれ僕こっち向いてるんで、これぐちゃぐちゃにしてください。それなら引いたら俺今日勝ちでいいっすか。もうすぐ天井や。次で1400357止まって、次のリールで次のレバーで全回転します。いきます。7357357どれや。まず3上がってくれ。これでいきます。7全回転いってます。いきます。うおお、ほら8万勝ちや。オッケー、田中さん来てくれてありがとう、ほんまに。
やっぱ田中さんなんよ。田中しか勝たん。もうまた来てくださいね。待ってるから。ではお疲れでした。最後に本日撮影させていただいた店舗さんの、店内状況を見て終わりにしたいと思います。先にハーデスだけチェックさせてもらっていいですか。自分で売ったやつ空いてるんで。ダメだこれ。まあでも他の台は結構出てんすよこれ。やっぱグラフも悪くないんで状況が良かったんよな。ハーデスモンハンめっちゃ強い。これとかすげえ出てますね。4000枚出てます。でこれも4000枚超えてる。でこれも4000枚近くグラフ綺麗。もう5000枚出てる。アイスもくっそ強いなこれ。とあとカマネリかな。カマネリこれもうカードのやつ見てください。間違いないです。これももうやばい鉄板。とバイオ R イーツ、これが一応7台あるんですけどおそらく前代系かなと思われます。はい以上です。終わりましょう。ありがとうございました。開いてます。かわいいっす。どうなんすかこれは。パチンコだ。パチンコだこれ。なんかすごいね、のっそりしてるなこれ。まあ当たりでしょうね。左から押していいの。はい、なるほど。 25% やからね。あ、取れた。おい、ラッキー。常駐弾どうなん。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。そんなあなたはあっちゃ、とんでもなくいいことが起こるかもしれません。